こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近ユニクロで発売になりました、ユニクロ U のコットンエアリズムオーバーサイズ T シャツのモックネック型ですね。これ、ちょっとですね、気になっている方も多かったと思うんですが、実際に買ってみたので、 本音でちょっとレビューをしてみたいなというふうに思っています。今も僕も着てるんですが、こちらのユニクロユノエアリズムのですね、オーバーサイズ T シャツはもう名作ですよね。見ていただいている皆さんも一度は着たことがあるのかなと思うんですが、これがですね、まあ、様々なカラーリングが楽しめるわけで、僕もですね、もう4、5枚ぐらいは常にストックしてるぐらい気に入っているんですが、そちらに新作が出たということで、ちょっとした話題になってたんですね。 それが、エリ型の異なるですね、モックネック型ということで、まあ早速皆さんにもご紹介したいなと思うんですが、こちらが新しく発売になったんですね。まだですね、僕が見た時にはオンラインしか在庫がなかったので、えー、早速ですね、購入してみたわけなんですね。えー、このグレーと、 えー、グリーンという表記だったかな。まあ、オリーブのような色合いなんですが、この2色を購入したわけなんですね。まあ、ウェブで見た状態と、実際で来た状態っていうのは、やっぱりこう、良くも悪くも差があるものなので、このあたりはですね、来た状態で今日は、えー、通常版のこの、 ユニクロ U のエアリズムとどう違うのか、そしてどういった感想を持ったのかというところをですね、まあ本音で皆さんにお伝えをしていきたいなというふうに思っています。まずはですね、このベースの T シャツから皆さん見ていただきたいなと思います。僕は身長164センチの53キロで結構小柄の体型なんですね。通常サイズだと、まあ、S が適正といいますか、ジャストサイズになってくるんですが、まああえてワンサイズ上げて少しゆったりめにしています。 ま、この T シャツに関しては結構ですね、人によって選ぶサイズが違うかなと思うんですね。まあ、最初からゆとりのある設計なので、もうジャストのサイズを選んでも程よくゆったりさ加減は出るので、それでも OK なんですけども、あえてワンサイズ上げたいだとか、2サイズ、3サイズ上げるような方もいるぐらいですね、結構こうトレンド感満載に振るのか、まあ、ベーシックな上でちょっとトレンド感を取り入れるのか、これぐらいにするのかというところで結構2極化してるかなと思うんですが、まあ、すごく名作。 で使いいいやすすと思います僕は、ま、ちょっとゆるいぐらいのサイズ、超ゆるサイズで M を着ているんですが、これぐらいのサイズングです。ぜひ皆さんにですね、この着てる状態、あの、覚えておいていただきたいんですね。まずは、モックネックということなので、襟ですね。この襟の感じと、あとはですね、着丈のバランス、身幅のバランス、あと、すごくよく見ていただきたいのは、このですね、袖の長さですね。ここの長さがですね、結構、 違うんですよ。今はですね、この腕の関節よりですね、えー、ここが関節のちょうど曲がるところと、 見ていくとですね、大体それよりも4、5センチ高いぐらいですかまあ、このあたりなんですね。ちゃんと二の腕はカバーできるようなゴ分袖になっているんですが、これがね、モックネック型だとまた大胆に変わってくるんですね。まあ、そのあたりも見ていただきたいですね。あと、襟の感じはですね、そんなに開きすぎることはないです。適度にゆとりはあるんだけども、まあ、ボートネックのようにガバッとこう横に開くって感じではなく、まあ、 あの、飽きすぎず、なおかつ広すぎずというですね、ちょうどいいバランスなので、このあたりも含めて個人的には好きなんですね。まあ、これがベースとしながらどう変わったのかというところ、そしてそれをどのように使えばいいのかというところですね、この後実際に着替えながら皆さんに徹底的に解説をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルではメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで実際に着ていました。どうでしょうかちょっとまずは全体像を見ていただきたいのでえ、様々な角度から見ていただきたいなと思います。こんな感じですね。まあ着用感としては相変わらず着心地が良くて、サライとしていて、まあエアリズムということで着心地は抜群にいいですね。あとは今回色は このグレーを選んだんですが、このグレーはね、質感すごくいいですよね。まあ動いた時の光沢感も上品ですし、深めのグレーなんですが、都会的ですごくいい色なので、まあこれは通常のエアリズムの方でもですね、僕はよく着ていたカラーなんですが、相変わらず綺麗ですね。そのあたりは満足度が高いです。で、肝心なのはベースとなるデザインの方なんですけども、ここはちょっと部分的に見ていきたいと思います。先ほどもちょっとお伝えしていましたが、 襟元のデザインだとか、あとはですね、この袖の長さですとか、身幅着丈のバランス、このあたりをですね、皆さんに見ていただきたいんですが、まずはですね、襟元のデザインですね。ここがモックネックというところが、今回最大の特徴になっているかなと思うんですが、 このようなモックネックっていうのは、そもそもですね、春夏のイメージではなくて、秋冬のニットだとか、まああとはカットソーなんかでもありますが、そういったもので用いられるようなディティールなんですね。まあ、首元がですね、高さがあるので、冬だと暖かいんですね。クルーネック以上。 だけど、なんだろう、タートルネック未満というところで、まあ、適度にですね、今っぽさも出しながら、暖かいというところで、モックネックは人気なんですが、それを春夏の T シャツに持ってくるという意外性というところが、一つ面白いなと思ったんですが、ま、率直にお伝えすると、暑いですね。今はですね、まあ、気温が、今日どれぐらい上がるのかな結構、 25度ぐらい上がるかなと思うんですが、そうなると今室内でもですね、首元のこう密着度が高くて、ちょっと暑いなというのが率直なところなんですね。で、このモックネック型の良さというのは、フィット感があるので、首元がだらしなくならないというところ、これは僕は見え方としては上品ですごくいいなと思うんですね。まあ、特にこの上に重ね着をする場合ですね、 え、ジャケットを羽織ったりだとか、カーディガンを羽織ったりする時の見え方としては、モックネック型ってめちゃくちゃいいんですけども、ただこの季節にはちょっと懸念はしていたんですが、やはり暑いですね。なので真夏にこれ一枚っていうのは、ちょっと僕の中では現実味は湧かないかなというところですね。なので使い方としては、 梅雨でちょっと肌寒い時に1枚で着るよりは重ね着の方がいいと思いますし、あとは秋ですね。ちょっと肌寒くなってきたなというタイミングの重ね着にはすごくいいかなと思うんですが、ちょっと襟元はね、暑いというのがありますね。ただ、モックネックではあるんですが、そんなに襟が高すぎないんですよ。大体いいですね、通常のこちらのエアリズムのね、T シャツと比べると、 このリブ部分のですね、長さは1.5センチ前後の違いがありまして、まあ、こっちの方が高くはなってるんですが、高すぎないというところ。ですので、フィット感もあるんだけども、そこまでですね、秋冬っぽさっていうのは出ないので、そのあたりはいいかなと思うんですが、ただやっぱり暑いっていうのが一つ懸念点かなとは思いました。あとはですね、袖の長さ、ここも見ていただきたいんですが、どうでしょうか皆さん記憶にありますかね 先ほどのものと比較すると、実はですね、結構こっちのモックネック型の方がですね、大胆に長いんですね。まあ重ねてみるとですね、わかるかなと思うんですが、これ、こんな感じで見てもらうとわかるんですが、結構ね、長さが違うんですよ。さっき測ったら、大体4センチ前後ぐらいの長さの違いがありまして、モックネック型の方が長いんですね。まあこの通常の え、ユニクロ U のエアリズムの方でも五分袖で長いんですよ。ですので、こちらのユニクロ U のポケット付きの T シャツに比べると、やっぱりこっちの方が長いんですよ。まあ、差で言うと0.5センチぐらいなんですけども、こっちの方が、えっと、袖が長いという形なんですね。それに比べても、えー、さらに4センチ前後長いということで、これがどう映るかってとこですかね。まあ確かに、まあ T シャツ1枚をですね、 まあ本当にこう主役的に着るのであれば大胆にサイズ感アップするのもいいかなと思うので袖の長さっていうのがあってもまあ今っぽくていいかなと思うんですがやはりですね生地がこう分量が多くなるので 暑いんですよ。先ほどもお伝えした通り、モックネックの部分と、この袖の部分の長さが、やはりですね、今日でもめちゃくちゃ暑いので、まあ雨降った梅雨あたりからは活躍してくれるかなと思うんですが、ここはね、ちょっとこう、好き嫌いが分かれるところかなとは思います。あとはボディのですね、身幅だとか、この着丈のバランスなんかは、正直ほとんど変わらなかった印象なんですね。ですので、この部分です。 襟と袖がちょっと長さがアップして、えー、だろうな、T シャツの中でもちょっとロン T に近づいたかなっていうようなイメージなので、そのあたりをですね、皆さん把握してもらうといいかなと思います。なので、どんな使い方をするのかで選ぶといいかなと思っていまして、えー、僕はですね、夏に1枚で着るのは、やっぱりですね、襟元はスッキリしていたりだとか、袖の長さもそこまで長すぎない、こちらの方が圧倒的にいいと思います。通常に。 こちらを選んでおいて間違いがないかなと思うんですが、先ほどからお伝えしているように、梅雨時期だとか、秋にちょっと肌寒くなってきたなという時の重ね着にはすごくいいかなと思うんですね。それはなぜかというと、ちょっとね、やってみたいと思うんですが、例えば、セットアップのスタイルを組もうと思うんですが、こういったブラックのジャケットがあるんですけども、これをね、上から羽織ってみるとわかりやすいんですが、どんな感じになるかと言いますと、まずはですね、わかりやすいところ、この袖が、 隠れるので、えここのなんだろうな、長さがちょっとあんまりしっくり来ないなという方にもえ、隠してしまえば全く問題がないかなと思うんですね。あとは、襟元の感じですね。で、襟元がこう、中途半端に空いてる T シャツって、ジャケットを上に羽織るとバランスがあんまり良くないんですよ。ジャケット自体にちょっと重みがあるので、さらにこう T シャツの襟が落ちて、なんか中途半端にだらしなくなる襟元って、僕はあんまり好きじゃないんですね。 その点、モックネックの T シャツとかニットって、襟がちょっと高くなっているので、しっかりとですね、こういったジャケットとか、カーディガンを上に羽織った時のバランスがいいんですね。ですので、上に重ね着をするときには、かなりですね、使い勝手がいいなというのは感じています。 ですので、僕はこれ、えー、通時期にね、上に一枚カーディガンを折おったりだとか、秋からちょっと冬に移行していくというような時にはですね、ジャケットを着ながら、このような形で合わせるのが、めちゃくちゃいいなと思います。あくまで使い方次第ですね。まあ、せっかくね、新作で出すのであれば、同じようなものを出しても仕方がないので、こういったものが出てくるのは、すごくいいかなと思うんですが、 ただですね、一個だけ、この出てきたタイミングというか、えー、届いたタイミングは結構気温が高かったので、ちょっと今着るのにも暑いかなっていうところでは懸念点があるというところで、そこはぜひ皆さん頭の片隅に置いていただくといいかなと思っています。まあこのね、えー、ダークグレーの色合いもいいですし、あとはね、オリーブもいいので、せっかくなので、こちらの方にも着替えてみたいと思います。はい、ということでグリーノーも着てみました。どうでしょうか ちょっと横からですとか、後ろから様々な角度で見ていただきたいなと思うんですが、まあ、シルエットは変わらないですね。ゆったりめになっていまして、首元はしっかりと詰まっていまして、あとは袖が長いという形で、まあ、感じなのはこの色味ですが、オリーブっぽさがありつつも、ちょっとこう、ベージュとグレーが混ざったような、グレージュっぽくも見えるというところで、この曖昧な色使いというところが、まあ、ユニクロ U らしくて、すごくね、品があっていいなと思いますね。 本来はね、カジュアルな色味ではあるんですが、その中にもちょっとこう、光沢感が柔らかくあったりするので、そのあたりにね、品を感じるので、すごくね、仕上がりとしては、色合いもいいのかなと思います。気に入りました。ただね、やっぱりこう、今撮影してる段階でも、首元のフィット感、これはありがたくはあるんですよ。秋冬であれば。これはあったかくていいんですが、ちょっと今時期だと暑いかなというところが懸念点としてはありますね。まあ、上品な見え方してくれますというところは、確かにあります。 はい。で、これをどうやって使うのかというと、先ほどもお伝えした通り、上にジャケットオアカーディガンというところで、まあ、今回はね、カーディガン持ってきたので、この上にちょっと羽織ってみたいと思います。 これから梅雨になると、まあ今はね、結構暑いですが、肌寒い日もあったりするので、そういった時にはこういった上にですね、レイヤードでカーディガンを着てあげるみたいなスタイルだとすごくいいと思うんですね。はい。そうすると、まあ腕ちょっと長すぎるなと思う方もいると思うんですよね。正直僕もですね、通常の、えー、こちらのユニクロ U のエアリズムの、えー、袖の長さぐらいで十分トレンド感はあるなと思っていて、それよりもさらに長いと ちょっとね、こう、やぼったく見えるんじゃないかなというところ、少し思わなくもないんですよ。でも上にこう、ね、ジャケット、カーディガンを着てもらえば、その部分は隠れてしまうので、全く問題はありません。で、大切なのはこの襟元ですね。襟の高さ、先ほどもお伝えした通り、上に何かを羽織った時に、だらしなく T シャツの襟が開いてしまうっていうことがなくて、バランスがいいんですよね。こういった着方であれば、僕は十分ですね、この、 モックネック型の T シャツもですね、活用できるかなと思うので、そういった点ではすごく満足しています。はい。 今はね、かなり暑いですが、はい、こんな感じでね、ぜひ皆さんも重ね着の一部として着てもらうか、まあ一枚で着るときにもちょっと肌寒いなっていう時ぐらいの方がいいかなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。ちなみに価格は1500円ということで、通常のね、エアリズムのこちらと同じ価格帯なので、まあ一枚ぐらいはトライをしてみるのもいいかなと思います。特にこのグリーンというカラーがね、すごく個人的には品があっていいなと思うので、これもね、ちょっとこの夏は、夏というより はい、ということで、今回の動画では、新作で登場しました、ユニクロイのエアリズムコットン T シャツですね。こちらのモックネックバージョン、これについて、まあ、実際に自腹でもちろん買いまして、それをレビューをしてみました。はい、まあ、結論言うと、やはりですね、見え方としては、通常バージョンが使いやすいと思います。 まあ、人受けするのはこっちの方かな。まあ、これでもですね、正直袖が長かったりだとか、身幅ゆったりしてるので、まあ、人向けというよりは少し中級者向けかなとは思うんですね。それよりもさらにですね、エッジを効かせたのが、こちらのモックネックバージョンということで、襟が高いところで、まあ、すごくね、こう、上品な見え方をしてくれるんですが、まあ、袖が結構長いので、そのあたりがよりトレンド感が強まるかなというところで、え、好き嫌いが分かれるところだと思います。ですので、誰にもですね、超おすすめという形ではなくて、 おしゃれが結構好きな方だとか、まあ通常のね、こちらのエアリズムにちょっと飽きてきたなという方には使い勝手がいいのかなと思うので、まあそのあたりは一つ参考にしていただきたいなと思います。あとはですね、僕なんかはどう使うかというと、先ほどからお伝えしている通り、まあ今オリーブ色を着てるんですが、その上にこうジャケットを軽く羽織ったりだとかね、こういった形だとすごくバランスはいいと思います。これだったら僕は通常のエアリズムの襟型よりも、こっちの方が重ね着としては仕上がりはいいと思いますし、見え方のバランスは バランスはいいいいいいいかかななととと思思うううのでそういった使い方をしてもらうといいかなと思います今の僕のようにジャケットかもしくはカーディガンで梅雨時期だとか秋に使ってもらうと非常に便利かなと思うので真夏には着ないというところだけをですね意識してもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思っています まこんな形でこれからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本についてなるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとはちょっと別でですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営をしていまして、そちらではですね、中級者向けにですね、いろんなアイテムコーディネートを解説をしています。2週間に1度はですね、ライブ配信なんかをしながら、皆さんと交流をしながらですね、動画をお届けしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思います。またもう一つですね、オンラインサロンをスタートさせ そちらはですね、時間がなかなかないよねっていう方向けで、1日にだいたい5記事ぐらいですね、1分ぐらいでサクッと埋めるような記事をお届けしています。そちらの中ではですね、写真と文章を使いながら、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説ですとか、そういったものを僕だけではなくて、様々なスタイリストの方が入りながら解説をしてますので、こちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。